ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日はエキシビジョンマッチ、ベガルタ仙台対モンテディオ山形、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、今日の試合なんですがダービー対決ですね。そうですね、選手サポーターともにモチベーション上がってると思いますよ。そうですね、さあ選手の入場です。さらに大きな歓声が両方のスタンドから上がります。今日は本当にスタジアムの雰囲気も素晴らしいですからね。選手も気合入りますよね。本当ですね。いや、場内の雰囲気も盛り上がっていてですね、いい試合を期待したいところですよね。今日はそれだけ試合に対する期待というものが高いということなんでしょうね。はい、今日のスタジアムは熱気に満ち溢れています。ただいまご覧いただいているのが今日の予想フォーメーションです。今前半キックオフ、向かって右のエンドから攻めるのがモンテディオ、反対側左のエンドからがベガルタ。ヤンヨンギ胸で受けます。あっと、オープンスペースを使ってきた。キーパーしっかりと掴みます。まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。大塚、横へ持っていく。そこからレオナルド、軽く出してつないで佐々木、いいボールですよ。右からチャンスを作った。この大きなパスは再び奪い返した。レオナルド右へ出す。そして小原、薄井、長井、佐々木、薄井、小原、左へ回してディフェンスラインで回します。そこから小原、薄井、後方へパス。ここから行った。中に人がいる。下げてここは内山、大芝、ファールです。ここからのフリーキック、素晴らしい集中力。中田、いいディフェンスです。本橋、抜かせません。大芝、中田、シルビーン、熊谷、さあチャンスだ。ああ、際どいぞ。うわー、惜しい。いやー、北澤さん、実に惜しい場面でした。まあそのまま狙ったんでね、難しいボールではあるんですけどね。ベガルタ、ここぞというチャンスを逃しています。今のところお互いのシュート数は同じです。今日の試合の流れとしてはいかがですか。いいと思いますよ。もうお互いシュート打ちましたしね、今日は期待できそうですよ。はい、おっと、オフサイドになります。もう一度ご覧いただきます。まあお互いにギリギリなところを狙いながらもね、ちゃんとディフェンスしてますよね。阿部、大塚、タッチを割りました。ボールを入れるのはモンテディオ。大塚、もう一回内山、レオナルド、小原、右へ展開して
パスに追いつかません。モンテディオ、コーナーキックを得ました。ゴール前うまく合わせたいですね。そうですね。ボールが入った。なんとかクリア。中にいなかったですからね。ここはヤンヨンギ、磯崎、回してヤンヨンギ、横へ運んでいきます。回してキターニ、センターバック富澤、回して磯崎。前半も15分が過ぎました。前に出した原、左へ出した本橋、ボールは左サイド、かろうじてクリアしました。これは繋がらない。内山、レオナルド、ここでリターン。ここからどうする。おっと、うまいですね。ヘッド、あっと、モンテリクロスから頭で合わせました。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。バロン、富澤、シルビーニ、熊谷、パスをつないでいく富澤、これはつながらない。速攻になる原、そして大塚、モンテディボールキープしています。薄井、そこから小原、左へ出したレオナルド、富澤うまく食い止めます。本橋、ここはよく守りました。熊谷、つながりません。一旦キーパーへ、後ろへ、長い、佐々木、縦へ、いい形。おっと、出しましたね。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。右を使って森川、これは読まれていました。大塚、長い、ホイッスルです。後ろへ下げる、このパスはどうだ。かろうじてクリアしました。真ん中へのクロスが出たんですが、ここでは合わせられません。リターンを受けて大芝、中田、ベガルタ、ボールを回します。磯崎、一気に来た。おっと、この位置からスローインに変わります。熊谷、さあどうする。磯崎、モンテディ、今のところ0対0。今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。そうですね、やはり基本ですからね、広く展開して様子を見るというか、やはり有効なんですよね。はい、ダイレクトで出す。さあ正面だ、合わせてきた。あー、これは思いっきり打ってきましたよ。いや、いいですよ、こういったシュートは相手のディフェンスラインを上げるという作用もありますからね。ヘッドでの競り合い、小原、後ろにはたいた。30分を回りました。シルビーニ、大芝、おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。ここは戻します。小原、短く出します。佐々木、早く折り返したいですよね。チャンスになる。
またいい感じだ。左サイドバック内山、長すぎました。バロン、ヤンヨング縦に出す。そしてバロン後ろからチェック、阿部通りません。モンテディオボールになります。阿部下げて下げて、ここはレオナルド、ディフェンスでした。カットします。ボールを入れるのは内山、本橋。ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。はあ、やや硬いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくる頃だと思いますよね。左へ、一人倒されてますね。はい、しかしレフリーこれを流します。おっと、危ないところでファールになった。しかしここは注意だけのようです。モンテディオボールになります。薄い通った、ヘディングシュート、決めた、モンテディオ1点先制。阿部やってくれます、この男。場内が大歓声に包まれます。しかしいいところで決めてきますよね。はい、さあリプレイ画面が流れています。モンテディオ先制しています。山形としてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。前へゆっくり送ろうという場面です。このボールはスローイン、ボールを持っているのは中田。あっと、オープンスペースを使ってきた。鉄壁の守りを見せます。熊谷、森川、一旦後ろへ返します。さあ追い上げたい。さあ攻撃に注目です。そしてここは森川。今前半の40分です。落とします。回してシルビーニ、おっと強すぎましたね。モンテディオ1対0でリード。まだ勝負は分かりません。小原、ここからレオナルド、内山、攻めの準備を整えます。大塚、さあどんな展開を見せるのか。ここはしかしヒルビーン、森川、北見、スライディング、強いですね。もっと笛が鳴っていました。これ旗上がってましたね。やや飛び出しすぎたようです。もう一度見てみましょう。富澤、あっとこれはバロン、ヤンヨング回して熊谷、下げてここはシルビーン、キープします。これは突破できない。大芝、大きく横へ運んでいきます。通りません。いいとこまで行ったんですけどね。そこからシルビーン、中田、下がったボールは森川、デガル右から上がっていった。折り返すか、いいボール、レガルタ、ボス、ここで前半戦終了。さて北澤さん、先に1点先行されましたレガルタ、強豪相手にした前半の戦いぶりどのように見ますか。当然もうレベルの違いというのはね、彼らがよく分かっていると思いますけどもね。ちょっと辛そうですね。なるほど。
そしてこの前半戦のデータをもとに軽くお話をしますと、ベガルタ現在リードされているんですが、エリア内の動き方ちょっと偏っている感じでしょうか。そうですね、もっとピッチをうまく使ってどんどん大きく効果的な展開をした方がいいですよね。ありがとうございます。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えてその差は1点、モンテディオ1点リードで折り返しています。それでは後半戦を見てまいりましょう。さあ後半に入ります。ベガルエンドが変わって右から攻めます。その反対側がモンテディオ、あらここで受ける、あっとここでファール。さあこの位置からのフリーキックとなっています。薄い、これはファールの判定。絶好の場所でのフリーキック、いいクロスだ。おっといいボールだ、頭でくる、おっと入った、離されましたね。後半始まったばかり、モンテディオ差を広げてきました。阿部今日2本目を決めた。いやいいですね。相手サポーターの大きなブーイングが湧いています。最後はボレーでした。豪快に決めましたね。それにね、上がったボールも素晴らしかったですよね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。モンテディ今のところいい展開で得点を重ねています。うまくペース掴んでますよね。ここはキーパーキャッチ、薄い、そこから佐々木、大塚、大芝、これはファールです。ここからのフリーキック、おっと交代ですね。読まれました。さあここで動いた、自分で持っていく、どうだ、これはキープ力高いですね。モンテディここからの攻撃になります。後ろからチェック、つないで内山、後ろからチェック、長い、これは通りませんでした。ヤンヨンギ、富澤、ちょっと攻めあぐんでいます。後方で回しています。右から上がっていく、これは抜けません。本橋、ここはレオナルド、佐々木、この試合ワンアシスト、ちょっと合いません。これはキーパーセーブしました。後ろからチェック、ファールがありました。このボールを蹴るのはシルビーニ、そして千葉、回して北に森川、ここからの組み立てが大事です。さあもう試合は後半に入っています。モンテディオここまでの戦いぶりいかがですか。そうですね、立ち上がりの得点がチームにとってもいいポイントになってますよね。見ててもいい動きでしょ。森川なかなか前にスペースが作れません。ここにシルビーニ、一度下げます。ベガルタ、さあここまで押し上げてきました。強いですね。
もう一度櫻井、臼井、佐々木、熊谷、今のはファールです。一旦はたきます。マロン横へ持っていく。少しずつ上がってきました。負けてないですよね。あ、うまいですね。内山ピンチを逃れました。いいコンビプレーですね。レガルカ、またメンバーを入れ替えてきます。熊谷横へ運んでいきます。ここから長井、少し出して、ここから原、おっとこういうところで早く止めた方がいいですよね。おっと奪われた。そして佐々木、縦に出した、原、そこから大塚、そして本橋、前、強いですね。激しく当たります。あっと危ないプレー。レガルカ、ここでまた選手交代を行います。右に送って、レガルカ、またメンバーを入れ替えてきます。熊谷、ここから富澤、もっとヘッドで競り合う。これはつながりません。あっとホイッスルがありました。シルビー、ここは戻します。縦に出して、一旦戻します。回して熊谷、まだ諦めていません。うまく受けました。森川、つないでシルビーに、長いボールが出てきました。熊谷再度組み立て直します。キーパーキャッチ。一旦はたく、大塚、後方へパス、おっとスペースに出した。これは読まれていました。シュート、おっと北に、千葉、右サイド一人で上がります。攻撃のすべに悩んでいるようです。後ろからチェック、富澤、ヤンヨンギ、熊谷、シルビーン、右に出して得点につなげたい。左へ出す。後半30分を回ろうというところ、早く押し込みたい。レガルカ、ここは阻まれます。頭で行く、熊谷、北に、左へ出す、
後ろからのマーク、ここは落ち着いていきたい。ここはシルビーニ、さあここから組み立てていく。おっと危ないところでファールになった。この位置から蹴るのはシルビーニ、いいところへ上げてきた。ちょっとこれは読まれましたね。ここで奪われた。いいチェックですね。これはファールです。北澤さん、ベガルタちょっとファールが多くなってきていますね。はい、やむを得ないものもありますけども、当たるにしても少し冷静になってほしいですね。森川どう崩していくか。後ろからチェック、そしてここは薄い長い大塚、軽く出して内山、いい位置にいました。速攻になる。ここはボールを下げました。回してヤンヨング熊谷、左に展開します。さあ前、いいディフェンスですよ。しかし北澤さん、ベガルタまさかこのような展開になるとは思っていなかったんでしょうね。はい、今日はなんていうか選手同士がこううまく絡み合っていないんですよね。修正が整っていないようです。右へ長い、阿部左へ出した。あっとホイッスルがありました。モンテディオボールになります。後ろにはたいた。これは突破できない。北見回してシルビーニ、後ろへ下げるシルビーニ、後半40分が過ぎました。長い佐々木、後方へパス、小原レオナルド、どう攻めていくのか。縦に送ります。現在2点差を争っています。本橋レオナルド、いい位置にいました。森川、ベガルタそろそろ攻めに入りたい。阿部この試合で2得点を挙げている。チェックが効いていました。ここは戻します。北に富澤、ここで流れをつかみたい。シルビーニ、ここから熊谷、ヤンヨング千葉、ここはつながりません。中にいなかったんですよね。ベガルタ必要に攻めているんですがまだ及んでいません。熊谷逃げ回す。千葉関口通りません。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。長い、残り時間1分あるか。試合終了。モンテディオ見事勝利を収めました。試合の総括をしていただきたいんですがいかがでしたか。山形としては終始自分たちのリズムで戦いましたからね。いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。チームの調子も悪くなさそうでしたしね。はい、さあそれでは少しデータを振り返ってみましょう。モンテディオシュート数でも相手を上回っているようですね。はい、チーム全体での、ね、ゴールへの執着心が見受けられますよね。そういったものが勝利へつながったんじゃないでしょうかね。試合を終えてみますと結果は2対0、モンテディオダービー対決での勝利となりました。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでした。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた次回お会いしましょう。